色に響いて
Thank you.
反対。
大津副区長よりご挨拶を申し上げます。はい、皆様ご苦労様でございました。唐沢区長に代わりまして一言ご挨拶を申し上げます。本日本当にですね、皆様の力によってこのように素晴らしい長野祇園祭屋台巡行権堂の京井寺氏が、この長野の空にですね大きく羽ばたいた本当に素晴らしい屋台巡行だったというふうに思います。今日はですね、天候にも恵まれてですね、本当に心配されていた天気、それも跳ね返すような力強い獅子舞ができたんだろうというふうに思います。今日までご準備をいただいた皆様、そして今日本当に支えていただいた緑屋の皆様、本当にありがとうございます。そして何よりもですね、今日立ち方で、踊りの方をご披露いただきました吉沢さん、そして堀さん、本当にありがとうございます。華麗な踊りをですね、ご披露いただいて、本当に市民の皆様にですね、を魅了できたのではないかなというふうに思います。また、後見の花柳陽緑先生、本当にありがとうございます。ご尽力、感謝を申し上げます。まだまだですね、コロナの方も収束しつつあるとはいえですね、予断を許さない状況でございます。ぜひ皆さん、健康の方に留意をしていただいてですね、油断をしないように、心がけていただきたいというふうに思います。それにしてもですね、本当に権堂の京井寺氏はこの権堂アーケード、この権堂の街に本当によく似合うというふうに思います。今日のお囃も本当に腹に響きました。本当に素晴らしい、屋台巡行だったと思います。皆様の お力、これからもですね、一つにしてこの権堂の街を支えていけたらというふうに思いますので、何卒ご協力の方よろしくお願い申し上げます。本当に今日はご苦労様でございました。ありがとうございます。はい、それでは本日の道中指揮を取りました木頭の太田君より一言添えて手締めをしたいと思います。はい、皆さん本日はどうもありがとうございました。皆さんのおかげをもちまして、無事に秋葉神社まで戻ってくることができました。ありがとうございました。ではここで3本決めさせていただきたいと思います。お手合いじゃよーよーよー、ありがとうございました。ここでまた業務連絡でございます。片付け終わりまして、玄関入ったところで本日の直来に変えて、今日直来ございませんので、書いてお品物をお持ち帰りいただくようにご用意してございますので、どうかお忘れにならないでお受け取りいただきたい。